菊池、学校にゲーム機は必要ないだろう。没収な。ゲー最悪。詐欺の宮、学校に培養した細菌は必要ないだろう。没収な。構いませんが先生、取り扱いには十分注意してくださいね。空気に触れると厄介な細菌なので。返すわ。帰るぞトール、力づくデモだ。やってみろ、塵一つ残さずこの世から消滅させてやる。よそでやれ。異空間を用意したのでこちらでやりますよ。どうしました？いや、あの凶悪なトールが人間の言うことを聞くとは、一体何が。ずるい。いつもお世話になってるからな。お礼を持ってきたのだ。これは？お守りだ。いい出来だったのでな。へえ、手作り？ありがとう。あ、そういうことか。あ、トール、今日こそお前を連れ戻。消え去れエルマ。見る目のない女どもだぜ。かわいいのね、坊や。お、あ、なにこの子かわいい。なんだお前らは。向こうに行け。お姉ちゃんたちだ。どこに行く。あ、私用事思い出した。あ、私も。大丈夫か。あいつら何のつもりだ。溺れてるぞ、やべえんじゃねえか。カイドウ、俺っちは助けに行くから、てめえは入ろう。早く行くぞ。なんだてめえ、泳げたのか。え、あ、カイドウ。なんだ、何見てんだあいつ。ええ、やれやれ、よくもここまで掃除をせずに放っておいたもんだ。まったく、虫が出たらどうす。ゴキブリがいた。基本的に無敵の僕だが、唯一苦手なものがある。それは虫だ。よし、もらった。血は喧嘩かなんかだと思われてんだろ。ちっかく、私とこいつとはそういう関係じゃありません。とにかく別れ話とかならちゃんとお互い話し合って、もっと穏やかにね。ところでマオさん。え、はい。先ほどその同居人がどうとか。あ、それってあの彼女的なその何かだったりですかね。じゃなくて、男友達と貧乏生活してるの。そうなんですか。あー、よかった。情けない。あいつ本当に魔王なの。しっかりしなくなわんか。勝ったばかりで言ってしまって。です。山井さんが買ってくださったんですね。よかった。なんで。実はそれ、昔の軍隊で使われていた化学兵器用のマスクなんです。持ち主は装着されていた状態で惨殺されたのだけど、怨念を払い切るのがすごく大変で、山井さんが持っててくだされば、怨念が復活してもすぐにお払いできますね。あら、山井さん。先生、僕はいつだって真面目です。迷ってるなら相談しなさい。興味のあることとか、将来なりたいものとか、漠然とでも何かあるのか。どうした。何でもいいから言ってみなさい。ドラゴン、ドラゴンに乗って戦いたいするんだ。先生、あなたもわからない人だ。僕はもうこれ以上あいつを抑えられそうにない。
かった。一度親御さんを呼んで話そう。あ、僕文系にします。2秒で決まった。忘れてたよ、お前がどうしようもなくバカな人間だってこと。今は人間じゃない、お母さんコアラだ。お前たち、ワセド。家を出たというのに学校へ来ないから心配になって来てみれば。しかしこんなバカなことが起こるはずないだろう。パネルを切断する道具を持ってくるから、そこで待ってなさい。ワセド。さて、じゃあ討伐クエスト行きましょう。この私に期待してちょうだい。あ、助けてくれアクア。助けてくれ。うわ、やばい、超ウケるんですけど。カズマったら顔真っ赤で涙目で超必死なんですけど。あいつは後で埋めて帰ろう。神の力思い知れ。あったくらー。おお、カエルってよく見ると可愛いと思うの。アクアー。どうよ、水の浄化なんてできるのか。バカね、私を誰だと思ってるの。名前や外見のイメージで私が何を司る女神か分かるでしょ。宴会の神様だろ。違うわよ、ひき兄と。おーい、アクア、湖の浄化はどんなもんだ。浄化は順調よ。ワニが出てきてからアクアは女神としての浄化能力だけでなく、もう一心不乱に浄化魔法を使いまくっている。いい加減檻から出ろよ、もうワニはいないから。このまま連れてって。なんだって。檻の外の世界怖い。ちなみにその世界で死んだら俺はどうなる。調子狂うな。所詮裏方、大して世界を救う役には立たないではないか。女神に対して何たる態度。潜ってやりたいわ。とにかく異世界行きが拒否できないならこちらにも条件がある。あ、せめて入念な準備はさせてもらう。俺が納得するまでだ。その時私はようやく気づいた、重要な項目を見落としていたことに。せいや、ほったらかしにしてごめんねって。あ、しくった。セクシー。それに借金のいい匂い。せいやって日本人でしょ、だからおにぎり。得体の知れないものが作った得体の知れないものか。だから得体知れなくないし、失礼にも程があるし。お前が先に食えな。毒が入っているかもしれんからな。あんたに毒盛る理由がある。あ、ほら大丈夫でしょ。たく一生懸命ここからかかるわ。即効性の毒は入っていないか。即効性の毒も入ってねえよ。レディーパーフェクトリー、準備は完全に整った。大女神イシスター様に調整してもらった絶好のポジションよ。さ、あのエドナの町で装備を整えましょう。いらっしゃい。ではこの鋼の鎧を3つくれ。ちょっと待った。キル用スペア、スペアがなくなった時のスペアだ。鎧マニアかい。慎重というよりもはや病的。さあ早速モンスターと戦ってみましょう。お、見て、あれがモンスターよ。ほう、奇怪な生物だな。遺伝子操作か何かか。魔物だよスライム。え、くらえ、アトミックスプリットスラッシュ。まだ生きているかもしれん。ヘルズファイア。もうやめろよ。よし。てかスライム一匹に飛んだ。何者。はじめまして女神様と勇者様、私
魔王軍直属四天王が一人、ケオスマキナですわ。どうしよう、どうする、セイヤ。あ、逃げたー。待てから、女神を置いて逃げ。